辻さんの好きなジャンルで攻めてるって感じですよね。そうです ね車も好きですし、はいはい、ゲームも好きなんで、はい、自分の好きなジャンルとかでお仕事させることが多いですね。辻さんなんかすごい見ててなんか本当に楽しそうだなと思って、はい、仕事とプライベートを自分のいいように作れるんで、フリーランスだって本当に良かったなって一番のところだと思ってるんで、地方在住っていうのは僕一個の強みかなっていうのも、はい、首都圏に比べると、はい、やっぱりライバルが少ない駐車場で車2台止めれる場所なんですけど、家賃5万3000円ぐらいです。ありえないやばいですね。そうです、フリーランスになる上で本当にその固定費がすごいコネックじゃないですか。そうですね、福岡にぜひ。いや、いいですね、はい、ちょっと夢あるな。皆さんこんにちは、クレータージャパンの佐原舞です。今回のゲストは福岡県在住で現在フリーランスとして活躍している辻さんをお呼びしております。辻さんは未経験から動画編集を始めて、地方在住を生かした案件獲得方法、そしてなんと60万人以上のゲーム配信をしている方の YouTube の編集も担当しております。辻さんは社会人経験も長くて、もともとですね、職場での悩みがあってフリーランスになるっていう風になった方なので、今この動画見てくださってる方の中で今の会社辞めたいけれど、まあ、一歩、踏み出すね勇気が持てないという方はぜひこちらの動画最後までご視聴ください。ここで少しお知らせです。クリエイタージャパンの公式 LINE で動画編集スキルを生かして副業フリーランスを目指している方に向けて動画クリエイター講座を無料で配信しております。 YouTube の下の概要欄からですね、登録することができますので、そちら必ずゲットしてください。それでは辻さんにですね、地方で活躍するフリーランスの魅力、そして案件獲得方法、そして現在の収入面など皆さんが気になる内容を私がぐいぐい聞いていきたいと思います。それではどうぞ。じゃあ辻さん、今日よろしくお願いします。お願いします。はい。昨日ね、わざわざ、はい、福岡から東京に来ていただいて、はい、昨日クリエイタージャパンのバーベキューがあったんですよね。はい。はい、それで来ていただいたんで、ちょっとせっかくなんで対談お願いしますと言って、こちらね来ていただいたんですけど、辻さんのまず簡単な自己紹介をお願いしてもいいですか。はい。辻康平と言います。年齢31歳で今福岡県在住です。うん、で今年で、フリーランス3年目になりまして、高校卒業後は、役者を目指して東京に3年間上京してたんですけど、でその後、役者を一回区切りつけて福岡に帰ってきて、でその後、就職して介護職とか生協で配達の仕事などをしていたんですが、今は動画編集者としてフリーランスの活動をしております。辻さんもうフリーランスだと3年経つんですか。はい、2021年にクリエイタージャパンで動画編集の勉強を始めて、その年に動画編集を始めたので今3年目になりました。じゃあもう3年の付き合いってことですね。そうですね、早いもので、あっという間でした。あっという間ですね、はい、そう、辻さんが今ね生協で働いたっていうことをお話ししたと思うんですけど、本当に LINE なんかさせてもらってて、生協、なんかいろいろあって辞めますみたいな感じで本当フリーランスになるって本当にこう聞いてたので、なんかあの時になんかこの人大丈夫かなとか思いながら、正直でも今こういうふうにね、なんか対談までするようになるとはちょっと夢見を思ってなかったんですけど、まあ、さっきね動画編集のお仕事をしてるって言われたと思うんですけど、具体的にどういったお仕事とかしてるんですか、動画編集。主に、プレミアプロで、もうその YouTube 動画とかの編集をもう主にやってるっていう感じですね。あ、なるほどなるほど。少しねクレタージャパンの方でもお仕事を手伝っていただいてたりとかすると思うんですけど、はい、でも何社ぐらい付き合ってるんですか、そのお仕事というか。今は、3社 YouTube チャンネルで、それぞれお仕事させていただいて、はいはいはい、ジャンルでしたら、車をとかカーディーラーのチャンネルだったり、あとはその人気ゲーム実況者、YouTuber さんの撮影、編集だったり。はいはいはい。でもなんか聞いてる感じで本当に辻さんの好きなジャンルで攻めてるって感じですよね。そうです ね車も好きですし、はいはい、ゲームも好きなんで、はいはい、結構自分の好きなジャンルとかでいろいろお仕事させることが多いですね、うんうんうん、すごい。でも結構なんか名前は言えないと思うんですけど、チャンネル登録者数すごいですよね、ゲーム実況の方の。そうですね、その時で60万人とかの登録者だったので、うん、へー、はい、それなんか聞いてもいいんですかね、どこで出会ったとか。最初は別のクライアントさんで、うんうんうん、編集のお仕事させていただいたんですけど、はいはいはい、そのクライアントさんがその実況者の方とのつながりがあって、はいはいはい、でそのクライアントさんからちょっとこの編集を手伝ってほしくてっていうふうに連絡をちょっといただいて、紹介していただいたっていうふうになったのがきっかけです。なるほど、はい、じゃあ辻さんってやついいよみたいな感じで紹介してくれたって感じですか。そうですね、めちゃめちゃ好きなゲーム実況者で、もう普段も
ずっと見てる実況者だったんで、ぜひっていう形で。でも結構夢ありますよね、そういう憧れてた人と仕事できるっていうのはね。そうですね、まさかその方の編集をさせていただけると全く思ってなかったんで、はい、夢かなって感じですね。確かに確かに。でも元々でもそのお仕事ねされてた中で、なんかその動画編集をやろうと思ったきっかけって何だったんですか？もともとさっきもその生協の配達の仕事してたんですけど、ちょうどコロナの流行が始まって、で生協がすごく忙しくなった時があったんですよ、で忙しすぎてちょっと体調を崩して、でちょっとこれからの仕事とかをどうしようかなと考えた時に、自分が今ハマっているゲームをちょっと実際に動画で作って YouTube 出してみたいっていう興味からあって、でその後に、ちょっと自分で動画編集を勉強してる時に自分の YouTube に佐原さんの動画が出てきておすすめに、それ見てフリーランスとか動画編集の働き方に興味を持って、じゃあちょっと勉強してみようというふうになったのがきっかけです。そうだったんです。最初は自分の本当に YouTube やりたいみたいな、ゲーム実況者としてみたいな感じだったんですよね、でも仕事って結構その辞めるってめちゃめちゃ勇気いったと思うんですけど、なんか怖くなかったですか？怖かったです。そのフリーランスっていうのも本当まだよく分かってない状態だったんで、コロナもいつ終わるか分からなかったですし、その今の職場でその出世したいとかそういう意欲もなかったんで、ここでただ過ごすぐらいだったらもう思い切ってちょっとやってみようかなっていう。でもちなみになんかその動画編集とか私の動画たまたま見てくれてって話あったと思うんですけど、なんか知ってからどういうふうにこうフリーランスになったというか、いきなりもうやめるって感じでやめたのか、準備してたのか、なんかその辺ってどうだったんですか？いやもう全然準備してなくて、その生協も休職しながら勉強だったんですけど、最初はもちろん復帰も考えてたんですけど、いざ復帰すると前まででできてたことができなかったりとか、なんかそれに対する絶望感がもうすごくて、その絶望感もありながら、その動画がなかなかできなかったから、やっぱり動画をもっと勉強してやりたいっていう、そっちの気持ちがもうどんどん強くなったんで、だからもうなんか動画を失いたくないというか、もうこれ失ったらもうなんか俺何が残るんだろうみたいな感じになってて。なるほど。でも実際フリーランスになる時って一番何が不安かっていうと、やっぱりお金面、もう生活していかないといけないじゃないですか。そういったところで不安かなと思うんですけど、なんか当時の月収となんか今の月収とかってぶつけっこう話せたりとかするんですかね？もう1ヶ月目はもう月収で8000円とかだったんで、で今は3年目になって、月収30万いったりいかなかったりぐらいの感じを今、でも生協って聞いていいか分かんないですけど、どれぐらいだったんですか？そうですね、僕の手取りで20万もなかったので。そうなんですね。はい、なかったです。じゃあ倍というか本当に 1.5 倍とか、そのぐらいです。すごいですね、でも実際になんかその最初8000円という感じで、でもはなんていうかな、こう本当に生活していけるようになったのはどれぐらいだったんですか？初めてから半年経ったぐらいからですね。ああ、なるほど、でも貯金とかどうしてたんですか？なんかそのやりくりっていうか、半年までその生活できなかったって言ってたじゃないですか、なんかその辺めちゃめちゃ貯めてたのか、どうしたんですか？僕も全然貯金とか金銭感覚がもう下手くそな人なんで。そうですね、で僕結構車趣味で車が好きなんですけど、一時期車を2台持ってた時期があったんですよ。で2台目の車を納車して、その車を楽しむぞと思った直後にコロナの流行が始まって、で、外出控えてくださいってなって、その2台目の車を思うように乗れなくなったんで、動画編集の勉強とか、パソコンも持ってなかったんで、ちょっとお金がまとまって必要だなっていう時に、その車をもう手放して、でその売ったお金でパソコン買ったり、その生活のちょっとつなぎにしたりっていう風に使ってましたね。そっか、でもいいですね。なんか今実際にフリーランスになったけど、やっぱりなんかこううまくいかなくてっていう人って、なんかどうしようかなって悩むことあると思うんですけど、そういうなんか今自分が持ってるものを手放すってめっちゃいいですよね。そうですね、もう何が今一番大事なのかって考えた時に、やっぱりその動画編集を勉強したい、それで仕事をしたい、それで生活したいって思うと、もうやっぱりもうそういう決断はもう絶対必要だなっていうのはありましたね。でも実際にその初案件獲得するのって難しいかなと思うんですけど、なんか初案件獲得する時になんか意識したことってあったりしますか？そうですね、最初はとにかく応募しまくりましたね。もちろ ん, なんか応募内容によっては自分がちょっと苦手とかできないというジャンルもあったんで、できるジャンルとかちょっと頑張ればいけそうだなっていうところだけ狙って応募して、あとはもう向こうから連絡とか、ちょっと試しになんか
これできますかっていうものに対してもうすぐ行動できるようなところは最初めちゃくちゃ意識してやってましたね。なるほど。でもレスポンス早いですよね、辻さん。そうですね、結構いろんな方から言われます。そうですよね、なんか早すぎてちょっと私止めるみたいな感じで実際結構辻さん私見ていてプレミアの知識結構豊富だなと思ってるんですけど、なんか上達するコツとかってあったりしますか？プレミアを覚えるときは本当に、アウトプットを意識してて、はいはい、それも僕クレータージャパン の、プレミアチュートリアル動画を今やらせていただいてるんですけど、本当に僕も知らないような機能とか、モーションとかいろんなものがあるんですけど、それを動画とかでいろんな人に教えることによって、あ、こういうことができるんだっていうのを、僕そこで落とし込めて、それで覚えていくっていうのもあるんで、はいはい、今多分ね、あの浩平さんみたいに思われた方いると思うんですけど今クレタージャパンの、ね、チャンネルの中でプレミアプロのチュートリアル見て再生していただくと、こんにちは浩平ですみたいな感じでね、はい、すごく元気のいい挨拶を、ね、してくれてるんで、ご本人です、はい、でも辻さん、じゃあなんか他のソフトってどうなんですか？アフターとか。今本当にアフターエフェクトは全然できなくて、はいはいはい、だから本当にもうプレミアプロ1本でやってるっていう形ですね。でもすごいなんか安心した方も多いかなと思うんですけど、はい、タンクアップするためにやっぱアフターエフェクトとかあったらタンクアップできることはあるんですけど、でもこうアニメーションってやっぱこう向き不向きって正直あるかなと思ってて、でなんかできない人が苦手だなと思ったら、なんかそこまでなんか突き詰める必要がないというか、割り切ってもうプレミア1本でいくみたいな感じがすごくいいですよね、はい、そうですね、もちろん僕も何回もアフターエフェクトできたらいいなとか覚えたいなと思うことはもちろん今でもあるんですけど、はいはい、でもプレミアプロを触れば触るほど、あ、プレミアプロでこんなこともできるんだっていうことがあって、でそこを思うと、なんかアフターエフェクト今すぐじゃなくても大丈夫かなって、はいはいはい、あ、プレミアできるんだったらっていうのがあるので、そうですね。でも実際にやっぱ月収30万円とか継続的なその案件いただけてるのってめちゃめちゃすごいなと思ってて、なんか辻さんが思う自分自身の強みって何かあります？そうですね、はい、強み、僕そのさっきも福岡出身って話したんですけど、地方在住っていうのは僕一個の強みかなっていうのも思ってまして、やっぱりその東京とかそういう首都圏に比べると、やっぱりライバルが少ないイメージがあるので、であとそのローカルネットワークがすごいなんかこう強いイメージがあるんで、結構地元の方とつながってこう交流すると、結構初めて会う方でも、浩平さんですかみたいな話聞いたことありますとか、であとはなんかこう自分がなんかカフェ行った時に、なんかそこのオーナーさんからちょっと動画編集でちょっとなんか探してる人がおるんやけど紹介していいみたいな感じで、結構お店でなんか僕の話をしてなんかつなげてくれるっていうこともよくあるので、なんかそういうのは地方のなんかいいところなのかなと思いますね。そうでしょうね、あと物価が安いっていうところもありますね、東京の方といろいろ話するときに、結構物価で家賃の話とかよくするんですけど、僕が今住んでるところで家賃とか話すると結構皆さん安っていう人が結構多いんで、はいはいはい、めっちゃ気になる。僕今 2DK に住んでるんですけど、 2DK? はい、 2DK でめっちゃいいの、はい、海の近くに住んでて、築、はいはい、年数も結構新しいんですけど、はいはいはい、駐車場で車2台止めれる場所なんですけど、それで家賃5万3000円ぐらいで、え、はい、5万3000円駐車場付きで、ありえないやばいですね。そうです、みんなそういうリアクションをするんで、都内だと本当に30万以上とか全然しますよね。いやいやいや、駐車場をもっとするか、やばっ。そうなんです、だからそこがもうやっぱ地方のいいとこなのかなと思いますね。いや、すごいな。私もなんかほんと最近引っ越したいなと思ってて、はい、なんかもう一個仕事部屋欲しいと思って、ほんとそれこそ 2DK ぐらい欲しいなと思ってて、じゃあ福岡にぜひ。いや、いいっすね、はい、ちょっと夢あるな、夢あるな分かんないけど、いや福岡にぜひ。いや、でもいいですね、なんかやっぱフリーランスになる上で本当にその固定費がすごいやっぱネックじゃないですか。そうですね、そういった意味でね、いや、めっちゃいいな。はい、でも実際その今ね、フリーランスとして働いてると思うんですけど、なんか1日のスケジュールってどんな感じなんですか？そうですね、僕今大体朝の8時ぐらいに起きて、でもう家でずっと作業してるんで、家で朝から夕方夜までずっと作業して、で大体深夜の1時ぐらい寝るっていうことが、普段のスケジュールかなっていう感じですね。なるほど。なんか休みの日とか決めてるんですか？いや、特に休みの日っていうのは決めてなくて、自分のその時の業務量で、なんか今日はちょっとゆっくりできそうだなとか、ちょっと今日はここスケジュール
プライベート入れたいからちょっとスケジュール詰めて終わらせて、もう何もしなくてもいいっていう風にしたりとかっていう風にするんで、特に何曜日を休みの日っていうのは設けてはないです。辻さんなんかすごい見ててなんか本当に楽しそうだなと思って、どうですか、なんかその自分のライフバランスっていうか変わったなって印象あります、当時と比べて。そうですね、あの本当にさっきもその盛況の話でもうめちゃくちゃ忙しくなって、もうなんかこう仕事を楽しむとか、もうなんかプライベートを遊びたいっていう余裕が全くなくなって、まあ、それで体調崩したりもしたんですけど、それからもう今になるとやっぱり自分のスケジュール、もう仕事とプライベートを自分のいいように作れるんで、もうそこはやっぱりもうフリーランスだって本当に良かったなって思う一番のところだと思ってるんで、なのでもうこれからちょっとフリーランス目指してる方とかにもちょっとこの僕のこの気持ち、なんか知ってもらいたいなっていうのはありますね。最後にですね、辻さんからあの今地方に、ね、お住まいの方も見てくれていると思うので、なんかこれから動画編集者になりたいけど一歩踏み出せないっていう方に向けて最後に何かメッセージお願いしてもいいですか。一番大事なことってコツコツ継続して続けることだと思うので、やらないと何も生まれないので、まあ、少しずつ続けていくと、まあ、何か生まれたり何かつながったりとか、まあ、可能性の幅が広がったりするんで、もう本当に少しずつあの毎日の積み重ねが大事だと思うんで、もうちょっと一緒にコツコツ頑張っていけたらなと思うので、お互い頑張りましょう。はい、ありがとうございます。でも本当にね、辻さんなんかすごくなんていうのかな、安心感もあるし、なんかクレタジャパンにねもし入っていただいた方いれば、もうとりあえず辻さんとつながるっていうことを第一の目標にしていただけるとなんか本当にこう大丈夫だよってなんか背中を押してくれるようなキャラクターで本当に頼りになると思うので、はい、辻さんとりあえず頼っていただけるといいんじゃないかなと思います。皆さん、辻さんとの対談動画いかがでしたでしょうか。まあ、すごく共感する部分も多いんじゃないかなというふうに思っているんですけど、まあ、辻さんは今ですね、受講生さんから私たちのスクールの運営面もですね、お仕事をご依頼させていただいているんですけど、まあ、本当に私自身もなんかお仕事を依頼している理由として、あの人当たりがいいっていうのがあの理由なんですよね。なのでそういった人当たりの良さとか面倒見の良さとか、本当にこう辻さんの人柄に惹かれていろんな方がお仕事依頼してるんじゃないかなっていうふうに思っています。あとお話にもありましたが、まあ、これから皆さんが動画編集者としてお仕事していく上でですね、自分の好きなジャンルとかがあれば、そのジャンルに絞って案件取っていくっていうのが、まあ、すごく理想的で結構ねスムーズにお仕事取りやすいと思います。で、実際にそういった好きなジャンルっていうのは、まあ、クライアントさんもなんか自分の発信しているジャンルに興味がある人と興味がない人、どっちの方に依頼したいかっていうと、やっぱり興味がある人にお願いしたいですよね。で、そうすることでクライアントさんもですね、例えば、自分が発信しているジャンルの中で、あの視聴者にこう分かりやすく届けたいとか、視聴者が求めている情報を届けたいっていうのがベースにありますよね。で、その中で、自分が編集者として自分もそのジャンルに興味があれば、もっとこの補足情報として、こういったの入れた方がいいんじゃないかっていうプラスアルファの提供することもできるし、もし間違った情報を発信していることがあれば、そういったのにも気づいてくれたりとかするので、まあ、私自身もやっぱりこう、ね、自分の発信しているジャンルに興味がある人にお願いしたいなというふうに思っているので、そういったいろんな、ね、幅広いジャンルはあるんですけど、自分が好きなジャンルでもし、お仕事ビジネスが成り立つのであれば、そういったのにですね絞って発信していくのがすごくおすすめです。動画下の概要欄に辻さんの Twitter や YouTube を載せているので、そちらもぜひチェックしてみてください。本当にこうパッと見た時に、あ、この人はこれが好きなんだっていうのがあのパッと見てですね分かる内容になっているので、そういったねアカウントの作り方っていうところもすごく参考になると思います。またこのチャンネルでは活躍しているクリエイターさんをゲストにお迎えして、皆さんの人生がもっとクリエイティブになる企画をお届けしております。毎週見逃さないようにぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、また冒頭でもお伝えしましたが、公式 LINE の方で動画クリエイター講座を無料でお届けしているので、ぜひそちらも受け取ってください。それでは今回も動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。